こんにちは、こんばんは。ヤコールハッピー結婚しようチャンネルです。今日は恋をすると綺麗になる理由というお話をお届けします。このチャンネルではこういった結婚、婚活、恋愛心理学のことであなたの恋愛や結婚生活に役立てていただけるような内容のお話をしています。恋をするとね、綺麗になるとはよく言われていますよね。一体どうしてなのでしょうか。恋愛した方がね、健康にもいいって言われています。1、女性ホルモンがアップする。女性ホルモンの、ね、分泌量を増やすのに一番効果的なのは出産以外ではね、恋愛することだそうです。恋をするとね、女性ホルモンの一つエストロゲンの分泌が高まり、お肌をツヤツヤにしてブルブルの瞳を作って、女性らしいね、丸みのある体を作ってくれるというのです。実際エストロゲンにはいわゆる女性らしさを作ってくれる働きがあります。男性はね、グラマー女性やいくつになっても若い女性に惹かれるのも遺伝子にね、女性ホルモンが多い女性を好むようにインプットされているからなんだそうですよ。またね、豆乳を飲んで女性ホルモンを増やすといったセリフを巷でね、耳にしたことがある方もいると思うけど、大豆のね、摂取量と女性ホルモンの量は残念ながら無関係なんだそうです。ただね、大豆に多く含まれるイソフラボンは女性ホルモンのエストロゲンと化学構造が似ていて、植物性エストロゲンって呼ばれているんですって。でね、体内に入って消化吸収されるとエストロゲンと同じような効果が期待できるんですって。つまりね、女性ホルモンの量をアップには貢献しませんが、質の面では関係するということなんだそうですね。具体的にはね、肌のツヤのアップや婦人科系のね、調子の改善とかね、さらにね、骨粗鬆症や更年期障害の予防とか、エストロゲン依存症の乳がんなどの発症リスクの低下にも役立つ可能性があると言われているそうです。コインはね、この他にも脳内を活性化するドーパミンや幸せな気持ちを運んでくれるオキシトシンなどのね、ホルモンを増やす作用があるとも言われています。とはいえね、そんなうんちくを聞かされなくても恋をしている女性がね、綺麗なのはね、接していればわかりますよね。あれ、なんだか綺麗になったなって思った子に彼ができてたり、お見合いでね、素敵な男性に巡り合った女性の瞳がね、キラキラと輝いていたりってね、恋の威力はすごいなって私はいつも思うのです。2、気になる彼を意識するから。女性はね、好きな人ができるとどうしてもその人のことが気になってしまい、頭から離れなくなっちゃう生き物のようですね。仕事をしていても、友達と遊んでいても、一人でテレビを見ている時だって、常に頭の中は彼でいっぱいになってしまうようです。彼にね、振り向いてもらえるなら、どんな努力だって厭わない。服装もね、メイクも、いつも以上に研究して、少しでもね、可愛いと思ってもらえるように、気合を入れるものですよね。恋をするとね、綺麗になるのは、このように、気になる彼をね、意識して身なりに気を使うようになるからなんですね。今まではね、手抜きをしてまあいっかってね、直していたとしても、彼の前ではね、そんな自分を見せたくないですもんね。あなたの周りにも最近急に垢抜けたなと思う女性はいませんか。それはね、恋をしているからかもしれませんね。3、恋が刺激になるから。恋をしていると何気ない日常が刺激的になります。彼がね、こちらを見ているだけでドキドキしたり、彼がね、笑っているのを見るだけでキュンとしたり、そしてね、その刺激がいい材料となってあなたの魅力をアップさせるのです。例えばね、彼がこちらを向いたらって思うと、自然とね、姿勢が良くなったり、姿勢がいいとね、体型が変わっていなくてもスタイルがよく見えるのです。またね、声が刺激となって彼以外の周囲にも気遣いができるようにもなります。動機はね、彼によく思われたいという単純なものだったとしても、それがね、引き金となって広がっていくなら、これ素敵なことですよね。好きという気持ちは女性を明るく前向きにしてくれます。恋をするとやる気がみなぎってきて、いつも以上に頑張れるものです。好きな人がもたらしてくれるものは、決してね、恋愛感情だけではないのです。少し前にも書きましたが、このね、恋心は、架空の疑似恋愛や芸能人への恋でも十分効果があるものなんだそうですよ。この現象は
良い恋をしていることが絶対条件だそうです。彼のことを考えるとなぜだか自分まで頑張ろうと思えてくるのがいい恋ですよね。恋をしてワクワクドキドキ刺激的な日常を手に入れましょう。でもね、周りにそんな対象がいないのよっていう方はぜひぜひお近くの結婚相談所の門を叩いてみてくださいね。そんな男性にね、巡り合いチャンスはきっと広がりますよ。それでは今日はここまでで、また来週、結婚、婚活、恋愛心理学などのお話をさせていただきます。また来週お会いしましょう。最後までご視聴くださりありがとうございました。よろしければチャンネル登録よろしくお願いします。コメントなどもいただけますと励みになります。バイバイ。